ポケットカラー CPU は高速処理能力を発揮する16ビットを搭載。液晶ディスプレイは 45mm×48mm と従来のものより大きくなって146色の同時発色を実現した。基本機能として世界時計、カレンダー、星占い、アラーム機能を搭載している。レバーはネオジオポケットカラーの大きな特徴。360度グリグリレバーの採用でさらにアクティブなアクションを可能にした。連続作動時間もおよそ40時間というスペックを実現。外部拡張コネクタを装備、有線通信はもちろん無線ユニットを使用することで今までにない遊び方を提案。そしてドリームキャストとの接続でさらにゲームの可能性を広げたネオジオポケットカラー。
最終をデイ。初期目標は 97.65% 達成と判断。ドクター高沖は不確定要素が多すぎる。無秩序な自我を持つこの存在は生みの親である高沖博士をも飲み込んでいく。指令コード0089発令、優先度レベル5。ドクター高沖を回収。人間としての機能は必要なしと判断。個人のデータを凍結する。抹消せよ。アテナの運命、人類の未来、それはあなたが見つけるのです。
called Ambition.